はい、どうもこんにちは。私は10ヘクタール以上の農地を35年ぐらい管理してます。植木を作ってるんですけど、30年以上専業農家としてやっています。それで今映ってるのはこの草刈り機ね、刈払機って言われるやつとチェーンソーなんですけど、こういうのも使います。それでこの草刈り機の方はね、割と時間を長く使います。チェーンソーもね、最近薪ストーブを始めたので結構使う量が増えてきました。あとその他ね、ユンボとか、あと農家なんで、この後ろに映ってるかと思うんですけど、トラクターとかね、使います。割とね、使うてる道具は一般的な農家の方と共通してるものも多いと思います。軽トラックを乗ったり、常用草刈り機を使ったりとかね、トラクター使ったり、ユンボなんかも使うんですけど、いろいろ機械を使ってます。それで今回ね、このチェーンソーとか刈払機ね、このツーサイクル混合燃料を使った機械について、だけ話してみたいと思います。実はいろんな機械使ってますけど、30年以上使ってます。それで自分も整備士の経験もあるので、資格ね、二級整備士っていう資格が実はあるんですよ。それで機械のことそこそこ分かるんですが、これとこれね、他の農機具と比べて故障が多いんですよ。で、決してね、これとこれの出来が悪いってことじゃなくて、過酷な状態で使われるっていうこともあるんですけど、ある程度しょうがないところもあるんです。だけど実は私多分20年ぐらい前からだと思うんです。はっきり覚えてないんですけど、あるものを使うようになってから、このチェーンソーと刈払機の、故障が劇的に少なくなりました。今日はそれが何か、どういうふうに使うかということについて説明してみたいと思います。その前に、これツーサイクルエンジンっていうのが使われてるんですが、混合燃料のね、ツーサイクルエンジンというのが使われています。それで、ガソリンエンジンの基本っていうか3要素っていうのがあるんです。エンジンが回るための3要素、良い圧縮、良い火花、良い混合器っていう3要素があるんです。それで、その3要素1つでも欠けてしまうとエンジンがかからないと。あるいはちゃんと回らないということなんです。で、この3要素、エンジンがかからなければ、3要素のどれかに何か問題があるんですが、この3要素実によくできてまして、例えば良い圧縮ありますよね。こういうピストンが使われてるんですけど、ピストンが傷ついたりすり減ったりすれば圧縮が低くなってしまうと。それでエンジンがかからないと。低い場合ももちろんかからないんですが、エンジンにカーボンがたまってしまって、圧縮が高くなりすぎてしまうっていう場合もあるんです。そういうのも含みます。良い圧縮、適正な圧縮圧力っていう意味なんですよ。良い圧縮であればね。だから全て、良い火花でもただ強い火花が飛べばいいというわけではなくて、適正なタイミングで火花が飛ぶと、それが良い火花。その3要素のうち、複雑に絡み合ってる部分もあります。例えばこの良い混合器、例えば、混合燃料なんかのオイルの比率を間違ってオイルを入れすぎてしまったと、そういう場合もちろん良い混合器とは言えません。それで、そういうオイル入れすぎの、オイルを入れすぎた、燃料をエンジンに入れて回してしまうと、カーボンが溜まってしまいます。で、カーボンが溜まることによって、先ほどの圧縮比が高くなりすぎてしまうとか、そういうこともあります。だから、あとは、間違った混合燃料ね、オイルが入りすぎた混合燃料を使うことで、プラグのね、ギャップっていうのあるんですが、こういうプラグの隙間ですね、いわゆる隙間、そこにカーボンのブリッジっていうのが
できてしまって火花が飛ばなくなってしまうと、そういう場合もあります。だから、良い混合器が得られてないために良い圧縮、良い火花が得られないという場合もあります。でさらにですね、つまり、良い混合器っていうのは一番大事なんです。それでさらに今の良い火花ね、良い火花に至っては、これ、CDI 点火っていうのが使われてるんですよ、最近のツイサイクルエンジン。最近って言っても多分40年ぐらい前から使われてると思います。自分がこの仕事で使うようになってからは全て電子点火と言われるね、ポイントを使わないタイプの点火装置がついてます。だから良い火花についてはほとんど故障が減ってきたんですよ。CDI っていうのはコンデンサーで電気を電気のまま貯めて放出する、高電圧で放出するっていうタイプで、機械的な部分を全く持たないので、化学変化も機械的なポイントみたいな部分も、ポイントみたいな機械的消耗もありませんので、ほとんど、故障がなくなってきた。点火系統をね、まあプラグのコードが古くなると抵抗が増えてくるとかね、あるいは切れてしまうとか、物理的に切れてしまうとかね、そういうことでかなり点火系統は減ってきました。あとは良い圧縮ですよね。さっき言ったように、今もそのエンジンが焼きついてしまうとか、ピストンに傷がついてしまって良い圧縮が得られないです。あとカーボンが溜まってしまって圧縮比が高すぎるっていうことは割とあります。だけどこれもピストンに傷がつく場合もね、混合比が薄すぎるとかね、空気とガソリンの割合、空気が多すぎてガソリンが少ないと温度が上がりすぎてやっぱり傷がつく確率が高くなると、あるいはキャブレターのね、エアクリーナーが外れてしまってゴミを吸い込んでしまってピストンに傷がついてしまうとね、例えばエアクリーナーのエアクリーナーがなくなってしまうとかいうのも、まあ広い意味では良い混合器が得られていないと、ゴミが入った混合ガソリンがエンジンの中へ入ってしまっているという意味で、これもやはり、良い混合器が元で良い圧縮が得られなくなってしまうということで、つまりは、故障の原因大元を探ると大体は良い燃料、良い混合器、良い混合器ですね、良い燃料もちろん含めた良い混合器にたどり着いてしまうんですよ。それでその良い混合器が得られていればかなりこういうエンジンね、壊れません。かなり故障は減ります。どうして言い切れるかというと、僕は20年ぐらいからだ前からだと思うんですけど、あるものを使うようになってから、ほとんどね、ほとんどっていうかかなりトラブルは激減しています。実はこの機械2つ以外にももっと大きいチェーンソーもあるんですよ。ゼノワの 62cc のチェーンソーを使ってるんですが、それに至っては本当に故障しないんですよ。10年ぐらい故障してないんですけど、エンジンの方はね、まあ周りの部品は多少壊れる時もありますけど、エンジンは本体は10年以上壊れていません。でそのチェーンソー自体も20年以上使ってますので、一度買い替えてますけどね、10年を2回ぐらいだと思います、多分ね。20年にわたって同じ機種のを使っています。だけどエンジン本体の故障っていうのはほとんどないんですよ。それもね、やはりその今から言うあるものっていうののおかげだと思ってます。ではね、次にそのあるものっていうのを説明します。実はここ映ってんですけどね、はい。それでそのあるものというのはこのスチールのね、混合の燃料のタンクです。専用タンクです。それで、これ別売りなんですけど、ワンタッチノズルっていうのがついてます。これでこれ使うことで、燃料を入れるとき、ここを開けて、それでこのエアーを抜きます。エアーを抜いて、あとはこし込むだけね、
押し込むだけで燃料が入ります。これで、こぼすこともめったないんですよ、こぼすこともめったありません。それとあとね、なんて言ってもね、ゴミが入らないんですよ、まあ、このキャップもね、あの手袋しないでグローブを外して出てしまいます。これね、ゴミ入れないために、とにかくゴミ入れないこと。ここもね、このキャップを外すんです。それでこれね、現場で使ってますので、周りに木くずとかゴミついてますけど、この先端さえきれいに保っておけば、というかほとんどね、めった掃除しない。まあたまにスプレーのパーツクリーナーでもし汚れていればこの辺を掃除する、このここね、この部分を掃除する、それだけでいいんですよ。それでまあこちらも、まあもし汚れがひどいようだったらパーツクリーナーでさっと掃除をすると、あとはグローブを外した状態でキャップを開けて先ほどのように燃料を入れると、それだけでゴミが入らないんです。まずねこれです。次この魚もおります。これね、このタンクの中にもうすでにゴミが入っちゃう場合もあるんですよ。自分も以前はそうでした。どうしてかって言えば、自分が始めた35年前の時にはオイルのね、20リッター缶、空いたオイルの20リッター缶に、オイルを 800cc かな入れて、ガソリンを 20cc 入れて、で25対1のガソリンを作ってました。それでそれをいわゆるね、あの醤油ちょろ、いわゆるじゃない、正式な名称かな、醤油ちょろという、あの一般的に灯油ポンプと言われているやつ、これを使って、そのオイルの缶からこれですね、これに機械にね、仮払い機とかチェーンソーに入れてました、移してましたとね。これは特別ひどく汚れてますけどね、まずこれを正常な状態で持つってことできないんですよ。軽トラックとかなんとか、あるいは物置に置いておくとかすると思うんですけど、必ず汚れます。だからこれをその20リッターの缶に入れた時点で缶の中のオイルを汚してしまうんですよ。あとこれも先端をこの燃料タンクの油面につけてしまえば、ここに先端についたゴミが入ってしまうと、だからこれは使ってはいけないんです。これを使わなくなりましたね。で、あとそのオイルの缶も含む金属蛍光缶も含みますけどね、金属蛍光缶、鉄製のものでは錆びます。いずれ錆びるので、その結局錆びがゴミとなりますから、鉄製ではダメなんですよ。このステンレス蛍光管でちゃんとね、ガソリン分かるように赤いシールが貼ってありますけど、これを使います。でこれからこのポリミックスタンクで、ガソリンを入れて、ポリミックスタンクで、混合ガソリンを作り、さらにこのポリミックスタンクからこの赤いタンクに移し替えると、蛍光タンクに移し替えるというわけです。でこれどうしてゴミが入らないかっていうと、一つはステンレスで錆びないことと、このノズルがこのタンク内に収納されてるんですよ。で注ぐ時だけここにつけると、ねじ込むと、そういうことでゴミはほとんど入らないです、ね、これ普段この中に収納されているのでゴミが入りません。あのあガソリンのね、鉄製の蛍光管だとこのノズルがタンク内じゃなくてタンクの外へ収納されるようになっているんです。だからどうしてもゴミついてしまいますので、必ずゴミが入ります。あの鉄製のタンクで、まあ、鉄製にかかわらずね、ノズルが外に収納されているタイプのものでは
必ずゴミが入ってしまうと、よほど毎回毎回ねノズルを掃除しないとゴミが入ってしまう。だからこれを使うことでゴミが入りにくくなります。ほとんど入らなくなります。でさらにこの、ポリミックスタンクね、これに通常5リッターガソリンを入れて、オイルですね、エンジンオイルはまあその時ね、一番いいなと思うものを使ってきました。十数年前、何年か正確覚えてないんですけど、私はスチールの HP スーパーってオイルを買ったんですよ。で、あの近所のね、スチールのお店から買ったんですが、代理店から買ったんですが、その当時ね、多分その HP スーパーっていうオイルが多分出たばかりだったんだと思います。自分としてはとにかく煙が少ないオイルが欲しかったんですよ、その時ね、地上で。で、機械屋さんに相談して、まずは、植物性オイルはないかっていうことで相談したんですが、その当時ねスチールのカタログには載ってました。だけどその植物性オイルは、その時販売されてなかった、販売をやめてしまっていたのだと思うんですけど、販売されてなかったのでそれは取り寄せられないと。で結局その時一番いいと思われるその煙が少ないとか環境がどうのとかね、そういうこともそのカタログに書いてあったんですよ。 HP スーパーってオイルね、 HP ウルトラはおそらくその時なかったですね。十何年か前かちょっと正確に覚えてないんですけど、それで HP と一番その煙が少ないと思われる HP スーパーっていうオイルを取り寄せてもらいました。ところがそのおそらくねその当時出たばっかりで、そのオイルがあのうちの近所でそのオイルを買う人がいなかったんですよ、僕しか。で機械屋さんはそれでスチールの方では10本単位でしか品物を下ろしてくれない、だから10本買ってくれっていうことで1本3000円の10本買ったのを覚えてます。それ以来ね、10本ずつ注文を続けることを続けてたんですが、最近ね、このハスクバーナーですね、ハスクバーナーの XP っていう化学合成オイルに変えました。でこれはまだね、まだそんなには使ってないんですよ。あの1リッターぐらいだいたい使ったんですけど、まあ潤滑性能については、あの化学合成オイルっていうことでまず間違いないと思うんですけど、問題はカーボンが溜まりやすいかどうかっていう問題 でこれはジャソーの規格でね、 FD っていう一番、ある程度の潤滑性能を満たしながら排気正常性って排気性閉塞性とかね、に優れている FD っていう最高規格のグレードと同じだということで、これについてはそのこれでなんかピストンが黒くなってしまう、特別ねカーボンが多く溜まるということはないと思います。で仮払い機もね含めて使って1リットル使った感じでは特にカーボンが多いということはないです。あの前の使ってたオイルに比べてね、 HP スーパーとかに比べてカーボンが少なくても多くはない、少ないかもしれないですけど、まあとにかくトラブルになる要素がない一番いいオイルだと思います、今の時点でね。ただしこれは排気量 55cc 以上のエンジンに適してますと書いてあります。で自分のところでは 62cc のチェーンソーを一番ねプロとして使っているので、それで、はい、ですね、それで、それに合わせたという形で、ただ小排気量の 25cc の仮払い機に使っても全く問題ないということでまず大丈夫だと思います。それでこの、ステンレス管ですよね、ステンレス管とこのワンタッチノズルがついた、蛍光タンク、これで、
もう何年だろう、10年、20年だか、まあとにかく、もともとはね、機械屋さん、めったこれ買ってくれ、あれ買ってくれってあまり言わない機械屋さんなんですけど、その人がある日ね、これ買ってくださいって言いました。これ、一番最初に買ったのやつかな、わかんないけど、結構昔から使ってて、もう、キャップの蓋とかが取れちゃって使わなくなったやつですけど、まあこれを買ってくださいって言われてこれ使い始まったんですよ。でこれもう何年使ったかな、15年使ったか何年使ったか分かんないんですけど、これを使ってから故障が激減しました。全部全てのね、混合オイル使う機械、あとこれは1台目のステンレス缶なんですよ。実は古いタイプのステンレス缶はガソリン噴出の危険が高いんですよ。なのでちょっとこれは使わないように改造するっていうかね、ちょっと別のものに改造中です。でこれもね、何年使ったか、20年使ったか何年使ったかちょっと忘れたんですが、どっちが先に使い始まったかとか忘れたんですが、まあとにかく10年以上使って間違いないです。確実に、故障が減ります。そしてその辺は良い燃料、3要素のうちの良い燃料なんですよ、元はね。だけどそれは良い圧縮、良い火花にまで影響を与えてしまうというわけなんです。つまりね、まああれですよ、これとこれを使ってればまあ故障はないですよ。それで混合ガソリンね、これで作るわけですけど、これも入れるとき、これもね、この状態のままです。この状態のまま、このノズルついたままね、普段置いておきます。っていうのはここは汚れてもいいんですよ。ある程度汚れて、この先端だけきれいにしておけば、これは燃料の油面の中へ突っ込むことはないので、ここでストップしますので、容器にこういう形で注ぐので、ここの辺の汚れは入るっていうことはまずないんですよ。燃料に入ってしまうっていうことは、この中だけ清潔に保っておけば良いというわけで、これとこれ、あとね、今いいエンジンオイルがあります。それでこれね、実は1ダースまとめて買ったんですけど、このハスクバーナー XP っていうオイル、化学合成オイルって今農業用で出てるのは2種類ぐらいしかないと思います。そのうちの1種類です。それがね、1ダースで買うと2500円ぐらいで買えるんですよ。これね、以前買ってたハスクバーナーじゃない、スチールの、HP スーパーよりも安いんですよ、実際ね。鉱物油より安い化学合成オイル、安いっていうか前の HP スーパーが高かったのかもしれませんよね。で HP ウルトラっていうスチールの化学合成あるんですけど、それに至ってはもっと販売価格高いので、まあそうなると、そのオイル代の差額でね、ある程度使うとチェーンソーを変えてしまうんですよ。安いチェーンソーを変えてしまうぐらいの値段の違いになるんです。本当に安いオイルと比べるとまるっきり倍とか倍以上違いますので、まあエンジンのために買う意味っていうのはないんですよね。まあそれでしかもカーボン溜まりやすいんです。小排気量の仮払い機とかね、割と低速で使う2サイクルエンジンに使うと確実にカーボン溜まります。だから高回転で分回すタイプのねエンジンでない限りは、スチールの化学合成オイルはね、あんまり適してないと思うんですよね。まあ、ある程度排気量が大きいとか、高回転を使い続けるという場合にのみ、HP ウルトラいいかもしれません。私はあまり長く使ったことないんで分かんないんですが、確実に言えるのは小排気量ね、ピストンの大きさがこれぐらいの大きさの仮払い機、
それで、まあ、特に高回転だけを使わないという場合であれば、確実にカーボンがたまります。だから、あまり使わない方がいいです。というわけでね、ここのね、テーブルに載ってる、これ、私が何十年かけてたどり着いた結果がこれです。今ね、一番壊れにくい組み合わせじゃないかなと思ってます。これが、これで、今までね、その30年ぐらい前は本当に故障が多かった。で、体力も消耗するんですよ。こういうね、カレー洗い機でもチェーンソーでもスターター引っ張って体力は消耗するし、今日ある仕事はずの仕事が終わらなくなってしまうとかね、もちろん能率も落ちますし、それがね、ほとんど故障がなくなります。これ使ってください。それで YouTube 上を見てもね、例えばこの混合ガソリン、これ、混合ガソリンを使うのにステンレス缶を使ってる人、ほんとね、少ないです。僕はね、見たことないんですよ、YouTube 上でね。農業用にこのステンレス缶を使ってる方、あまり見たことないんです。だから、これね、使わない手はないですよね。で、どういうわけか、機械屋さんがこれを勧めないと。まあ、YouTube 上の機械屋さんですけどね。まあ、YouTube 上の機械屋さんは、これの赤い鉄製のを使ってますけど、あれは確実に錆びますし、のノズルが外にあるので、ゴミも入りやすいということです。あと、醤油チュルチュルのね、灯油ポンプを使わないということで、これで確実に、故障が減ります。そういうお話でした。はい、以上です。